本日ご紹介するのは、歌とピアノの絵本に左手。皆さんこんにちは。ピアノ講師の藤本です。当教室で使用している教材のご紹介です。本日ご紹介するのは、歌とピアノの絵本に左手。出版は音楽の友社。作者は呉亜紀先生です。では早速中身を見ていきましょう。前書き、目次、全部で30曲入っています。くまさんおはよう、パンダの赤ちゃん。こちらも1右手と同じく、とてもイラストが大きく、楽譜、音符、文字もとても大きいです。また2小節というのがとてもいいですね。3番目に2分音符が出てきます。8番目4分の3拍子、13番4分の2拍子、15番4分の3拍子、24番8分音符が出てきます。こちらが一番最後の曲です。4分の4拍子、8分音符、2分音符ともに出てきます。この本の特徴、この本の使い方、全部で51ページまでです。後書き、こちらも CD を使いながらレッスンをすることができますね。お値段1300円プラス税です。以上、歌とピアノの絵本に左手のご紹介でした。この動画が少しでも役に立ちましたら、いいねボタン、チャンネル登録、コメントもぜひぜひよろしくお願いします。最後までご清聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。遊び歌で遊ぼう、遊び歌で遊ぼう、遊び歌で遊ぼう、おドキドキワクワク止まらない。